はい、今回は UFO キャッチャーで、プレステ VR の、おい。プレステ VR のパチモンがあったので、ちょっとこれ欲しいなって思って挑戦してみました。2回目。こう、くるっと動くからさ、落ちるんじゃねえかなって思って何回もやっちゃうんだよね。いや、うまくできてるよ。3回目。いけ。うん。同じ方向にしばらくずっとくるくる回してって、もう落としてしまおうという作戦に今のところ出ています。4回目、本体を押そうと思ったら全然ダメでした。これやり方に正解あるのかな。5回目、おい。6回目、おい、コメントしづれえわ。500円玉2枚目入れました。これで1000円使ってます。7回目いきます。これ1000円分の価値あるかな。おお、本体をうまく押せたと思ったけど、グラグラするだけでした。まあこういうのの積み重ねでしょう。8回目また本体押しを狙うけど、ちょっとずれちゃうとエネルギー、力が逃げちゃうね。9回目、うん、なんかさっきの場所に戻ったね。10回目、はい。11回目、うん、もどかしいな、イライラするな。12回目、はい。下手くそって言うんだったらお前がやれよみたいなコメントよく見るけどさ、本当にそれだわ。自分でやってみると本当にできねえ。人のだとあーだこーだ言いたくなるけどね。13回目っていうことで1500円目を投入しました。絶対1500円の価値はない。14回目、今度は逆向き、逆側の方を押して落とそうと考えたけど、押せませんね。まず考えた通りのところにアームが行くのは上手い人。15回目、うん。16回目、お、くるってなるけど進まないよね。17回目、はい。18回目、うわ、すげえグラグラってきて、俺この瞬間ね、いけたって思ったよ。はい、結局2000円投じました。19回目いきましょう。おお、でもこの時点でこの辺りからなんかフラフラ来始めたなっていうのはすごい感じ始めてます。よく見るとこれ初期位置に戻ってね。これ何回目か分かんないけど、なんかさっきとなんか最初と同じことしてない？これこれもしかして俺2000円ドブに捨ててる？これ、はい。20何回目か。まあフラフラ来てるから確実にさっきよりは進んでいるでしょう。本体押しがうまくいくといかないの。2500円目投入しました。はい、26回目、うん。27回目、はい。28回目、今のは進んだのかな。29回目、はい。30回目です。はい、31回目ということで3000円投入しました。いきましょう。はい、32回目。うわー、もうなんか本当に先っちょにくっついてるだけぐらいのところまで来てる。もうすぐ行けそう。33回目。おお、落ちないね。34回目。うん。36回目、うーわ、いや、これはもう落ちるわな。3500円目、はい、ダメでした。39回目いきましょう。うん。40回目、おあこんなんぶら下がってるだけのものを落とすのにいくらかかってんだよ。
40回目ダメ、42回目今度こそ落ちてね、マジか。43回目ということで4000円投入してます。4000円もかける価値ねえだろ。だってこれネットのオークションで見たら2600円で売ってたからね。これ買った方が安いわ。もう44回目、はい、45回目いきましょう。もう疲れてきたな、普通にもう見んの飽きてきた。もうどうせ撮れねえのもう見ててイライラする。はい、撮れないのね、この下手くそが。やる気ねえだろうが、お前気合が足りてねえんだよ。少ない金額でなんとか撮ってやろうっていう根性がねえからいい加減なことばっかりするんだよ。はい、ダメ。みんなが動画見てくれたお金で UFO キャッチャーやってるっていう自覚ねえんじゃねえの。いや、落ちたー、落ちたー。うわー、気持ちいいわ。あー、ははいやー、落ちる瞬間は気持ちいいわ。ははい、今回撮ったのはこっちなんですけど、でっかい方もあります。こっちの方が本格的にパチモン感がありますね。意外としっかりした作りになってます。この中にスマホを入れて、ここでスマホの映像を見る感じです。今回撮った方はね、こういうちっちゃい方です。こうすんのか。ちょうど iPhone の形になってるんで、ここにスマホを入れ、入らない、まあ、こうして覗く感じですかね。いらないな。